長嶋茂雄のとんでもエピソードで打線組んだう。センター蕎麦を食べに行き、店主と熱い蕎麦談義を交わし、蕎麦打ちの腕前を見せてもらって感心した後、注文したのはカツ丼。セカンド大学時代アイライブイン東京を過去形にしろという問題にアイライブイン江戸と回答。ショート新入団のスーツ姿の貞岡に洋服を着るのは初めてか？嬉しいか？洋服着れて洋服緊張するか？などと発言。サード千田光男が酒気帯び運転で捕まったという話を聞いて死刑にならない？と心配する。ファースト夫人との初デートの際には午前5時に起き、デートコースを先に回って全ての場所を掃除した。レッド好きな四字熟語を書いてとリクエストされて渡された色紙に長嶋茂雄と書いた。ライトアメリカでこっちの子は英語が上手いなぁと発言。保守試合後、飲みに行く頻度が高く、就寝が午前2時になっても、起床は午前5時という生活を徹底していた。その生活について記者から質問されると5時間も寝れば十分と回答。当時中日ドラゴンズの応援歌が売れていた頃、この曲テンポが良いよね。実はこれ、前に中日にいた坂東くんが歌ってるんだよと本人に説明。2番ほんと好き。落ちで草。初デートの話はちょっと素敵じゃない？秘書松坂さんが風邪で休んだそうです。長嶋インフレ？天然には勝てないわ。ビートたけしとゴルフに行って話になって現地集合に。たけしがゴルフ場について長嶋を見つけたから寄って行ったら長嶋がたけちゃんじゃない今日はどうしたの？って言われたエピソードなかったっけ？迷ったけどメンバー落ちや。映画の宣伝か何かで散々褒めちぎった後に私はまだ見てませんけれどもって言ったやつとか。川上監督の演説聞いて感想文がよくわかりましたの一言。天才の感覚は異質すぎるわね。選手用のトイレに入ってたら、後輩が入ってると勘違いした元木に煽られる。長嶋牧原が緊張するから完全試合の話はするなよ牧原。松井秀喜とよく波長があったな。なんだかんだでコーチとしては良かったんちゃう。おかわりも同じようなもんやけど岡本を覚醒させたし。一部の天才にはハマるがじっくり考えるようなタイプには全くハマらないし同胞やな。サードなのにセカンドゴロ拾いに猛ダッシュしたことあるのほんと草。家族がバッティング不調になり、ミスターにアドバイスを受けようと思って東京遠征で自宅訪問していいか？尋ねたらかけちゃんそこでバット振ってみて？言われたエピソードが好き。しかも割と適切なアドバイスをしたらしいという謎。なお素振りの音はそう脇では拾えない模様。そう電話の前で触れ打て仕方なく振ったらかけちゃん右肩下がってるそれじゃ打てないって言ったみたい。吉野も初めて指導した時フォーム見てなかったからね。今の音が出ればスランプ脱出だって言った。飲む次スライダーやでミスター本当？飲む。裏を書いてストレートミスターホームランミスターダメじゃないか。本当にスライダー投げちゃこれが一番好き。